はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダムダブルゼータ、今回からこちらをやっていきましょう。じゃあステージ1始動ダブルゼータっててかさ、ダブルゼータになるのってさ、なんか中盤あたりじゃなかったっけ早くね。まあやっていきましょう。時に宇宙世紀0088、ついにティターンズと英雄号の戦いも終わった。俺の名はジュドー・アーシタ。サイド1はシャングリラコロニーに住んでんだ。俺たちもしぶとく稼がにゃ生きていけないわけよ。で、始めたのがジャンク屋、つまりモビルスーツなんかのスクラップを拾い集めてくるお仕事。結構きついんすよこれが。しかしひでえ世の中。戦争も終わってやっと平和になるって思ったら大間違い。まだまだ戦いは終わっちゃいなかった。ハマーンカーンのアクシズ軍が地球圏をザビ家で支配するために各サイドのコロニーへ侵攻を始めたんだ。まったく大人たちって勝手なんだから。でもエウゴも連邦もボロボロ状態。とてもアクシズ軍を止めることなんてできやしない。もちろんアーガマも同じだった。それでシャングリラにアーガマがやってきた。修理と補給をするためだろうけど、こいつは一儲けするチャンス。なんたってあのゼータガンダムを積んでんだ。ゼータをいただけたらこれを売ってがっぽり儲かっちゃう。しかしその時アクシズから派遣された軍艦もシャングリラやってきていた。ちょっとこのシャングリラで戦いを始める気？ここには可愛い妹と大事な仲間がいる。そんなこと俺がガンダムで止めてやるよ。子供はみんなニュータイプ、見せてやろうじゃないの大人たちにはさ。始動ダブルゼータ。一気にテンション変わったよな。まあもともとそういうコンセプトだからね。ゼータがちょっと重い話だったから、ダブルゼータは明るくしようっていう。まあそしたらこけたっていうね。そうか、クワトー隊員もあれだし、カミーユの容態も気がかりだって。なんで元気だったじゃん。何があったカミーユ、あれから
脱出用ポットなんて高く売れるんだ。強引だな。いやさん、ゼータガンダムなんて売ったってさ、そのルートからさすぐバレんだろう。こいつらグリプス戦役の時何してたんだろう。金塊の入ったケースを射出しました。金持ちだな。マシマ、私の部下はまだ若い。はは。実戦の経験も不足し、地球圏そのものにも不慣れである。しかしその中でもお前はよくやってくれている。まだ至りません。お前こそ真の騎士だ。励んでほしい、私のために。みんなバラ好きだね。アクシズの巡洋艦。コロニー内に入るのか、アガマが。
おお、来た。同じ車だ。いやー、樹道も感性はいいね。俺の周りに宇宙があっただろうって言われても何言ってんのって感じだよ。ジャンク山なんかに泊まって崩れないかな。見つけたぞアーガマ。こんなところに隠れているとは。敵モビルスーツ機種は称号なし。冗談を言わない人間なんだ。
ブライトもだいぶ大人になったね。取引を主導。考えてやってもいい。考えるだけだからね。考えた結果やっぱりあげないみたいな。貴殿のお名前は墜落しないだけすごいよな。アーガマを被弾させずにマシュマを撃破。これってさあ、変形できんじゃん。まあさすがに早め側はないよね。 50% か。くそ、このままじゃやられちゃう。真面目に戦う気があるのか。こっちは戦争なんてしたくないってのに。もらった。えい、遊びは終わりだ。どんくらいだった？半分。私の真の力を思い知るといい。甘い甘い。半分は減ってないか。ということは、ビームサーベルで殴ってで決めればいいわけね。ま、機体性能が違いすぎるな。逃がさん、アーガマ、ゲモン、抜かるんじゃねえぞ。このゲモン様に任せておけば大丈夫だ。ヤザン、分け前は半分だぜ。忘れるんじゃねえぞ。お、戻ってきた。ファンが早かったね。
いやー、反対側に出てるからね。たどり着くまでちょっと時間がかかりそうだな。変形して行こう。入れる、あ、入れるね。こっちもまた出てくるのか、マシュマ。まあとりあえず、ゼータ、いつも俺の邪魔ばかりしやがって。ティターンズの俺がこんな惨めなモビルスーツに乗っているのも、ジャンクやごときに身分を隠してヘイコラしなければならなかったのも、どれもこれも前の戦いでお前にやられたせいじゃないか。俺じゃないよ、俺じゃないってば。げ、回避された。この位置であれば攻撃は当たらないってことか。やらせはしないわ。この俺の邪魔をする奴は誰であろうと許さん。めちゃくちゃかわしてくんな。全然余裕だな。とりあえずヤザンはこのまま倒して、まあさすがにこんなわけのわかんねえモビルスーツじゃゼータには太刀打ちできない。このゲゼは無敵だ。邪魔しないで。そんなに死にたいの。メタスでさえここまで当たるか。俺様のものになれゼータ。そんなボロモビルスーツで何言ってんの。このゲゼは高かったんだぞ。確かにモビルスーツは高そうだよな。やめろ、これ以上やると死ぬことになるぞ。今までのはまぐれだ。私に勝てるつもりでいるのか。楽勝だな。ありゃ、アーガも狙ってきた。まあ別にヒットポイントが減ってるわけじゃないからね。さらばだマシュマ。一人でモビルスーツを2機もダメにしたなんて。戦闘して飯だけかっていう。ダビアンローズに行くか。
飯だけでいいんだ。まあ食ってくのも大変そうだったからね、こいつらは。そんな簡単に決めていいのかよ。そういやダブルゼータ持ってたよね。だいぶ早く作ったからな。まあ失態ばっかりしてたからね。ラビアンローズをキャッチ。まあブライトさんもなったらなかなか厳しいね。降りたところでこいつはどうやって暮らしていくんだよ。強力な電波をキャッチ。まあそりゃそうだよね。
良いな、マシュマ。市民に信頼されてこそ指揮官としての良い働きができるというものだ。そのためには住民をいたわり慈しまなければならない。はは。そういう気配りこそ指導者には必要なのだ。わかるな、マシュマ。は、はい。精一杯気配りをいたします、ハマン様。大変だね、ハマンも。私は騎士の使命に応えねばならぬのだ。ガザ部隊。おお、グレミ。指揮官生命にかけてもって。敵モビルスーツ接近。正確な数は不明。撃って出よう、撃って。なぜ後ろにいる。頭がやられた。ダブルゼータ。
ゼータガンダムどこ行った？敵軍全然少ない。まステージ1だかんね、まだ。あ、間違えた。まあいいや。どうしようかな。ダブルゼータにしようかな。地上に着いたらゼータガンダムを出すか。よし、オッケー。柔道がマシュマーね。まあこれは楽勝だな。ミサイルは入らん。でこっちも進めて、ハンマーハンマーは結構強そうだな。1万4000あるのか。じゃあ Z2 のメガビームライフル。これ以上失態を重ねてはハマーン様に申し訳が立たんのだ。8000ってことはまだもうちょっとあるね。ヌーベルジム2 ヌーベルジム2結構攻撃力を鍛えてあるからね。ただガサで1万当たるからな。そっブルーディスティニーあたりが一番いいか。うおー、出力が違いすぎる。ハイパービームサーベル。ここはもう宇宙なんだ、遠慮はしないよ。早い。それに何というパワーだ。やられっぱなしでいられるか。なんと。速攻だったな。やられてばっかだな、マシュマ。まあ、ジェリドもやられてばっかだったかんね。さらに出てきたか。そうか。このリズム、この振動、感じる、感じちゃう。みんなめちゃめちゃにしてやる。敵艦後ろか。さらにアンノン。あれ、これ何？ドラッツだよね。なんで今更こんなやつが出てくんの。
まあ、ステージ1だからってことかな。とりあえずヌーベルジムを、あれ全然まだいけない、先行させよう。行くね。あ、アーガマ動けないんだ。ではではでは、キルデを上げていくか。またあれグレミーお前グレミーだったのか。ああもう特にって感じだな。ってことはもうこいつキュベレに戻そう。レベルが上がったら、2レベルでキューベレに戻せるんだっけ。3レベルか。あそこのガガはちょっとダブルゼータ出してみよう。ハイガキャノン、ほらいいね。さてと、あとはこのエンドラにモビルスーツは積んでない、サクッと倒そう。さあドラッツェ、一応ストライクアシストつけるか。でさらに経験値アップつけよう。くらい。5レベル、一気に2レベル上がったね。さてヌーベルジムはジム3か。初戦はジムなんだな。もうこいつはここまでだな。ああ敵だ敵だ、もう胸が張り裂けそうだよ。一応柔道も進めるか。もう全然間に合わないな多分。もうヌーベルジムに任せるしかない。変形しよう。よしこれでいいや。さらばだキャラスーン。返り討ちにしてくれる。何アーガマを狙ってくるとは。これで超強気に取ったし、レベルも上がったし、まあまずは回収しておこう。まあ、やっぱりねステージ1はもう全然簡単だね。ビームライフ打って、そこから
26,000 か。ヒットポイントだけはあるな。エンドラとヤザン、ゲモン、マシマン。お、バリアフィールド、マップ兵器、ダメージ無効がいらん。じゃあ特にだよな、もう今回は本当にこいつだな。一応ジム3だけ作って、ちょっと別の機体にしよう。もうこいつはこんなもんかな。特に捕獲もドラッテだし、いらないし。はい、というところで、じゃあダブルゼータの1話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。